今日は現地を並びにクゲショファットです。クゲショファットというのは史上初めて天皇の行動を規制しようとしたルールです。この時代も形式的には日本の法体系は律令制ですけど、律令制の下では天皇というのはオールマイティで何でもやろうと思えばできたんですね。江戸幕府はそれに対して天皇の行動を外部から規制する公家諸法度を作りました。で、この中の第16条に皇徳の僧に与える紫色の衣のことが出てきます。紫色の衣を皇徳の僧に与えることは以前は稀有のことであった。ところが近年は乱れに勅許されているが、しかるべきではない。本当に皇徳の僧だけに紫の衣を与えるべきである。めったやたらに紫の衣を与えるのはよろしくないと。で、紫の衣がどうして乱発されるようになったかというと、朝廷が資金難に陥ったからです。で、幕府と朝廷というのは対立するように思っている人いるかもしれませんけど、天皇は権威を提供し、幕府は資金を提供すると、そういう関係にあって、特に室町幕府の時代に朝廷と幕府の一体化が進みました。なので応仁の乱以降、幕府の財政が苦しくなってくると朝廷に対する資金を提供することができなくなるんですね。例えば天皇が攘夷したいと言っても、いえダメです、攘夷すると戦闘御所を用意しないといけませんが、室町幕府としては戦闘御所を準備する資金がないので、天皇は攘夷してはいけません。そういう態度でした。で、織田信長、豊臣秀吉のことになると、天皇の権威を借りる代わりに、朝廷に対して潤沢な資金が提供されるようになっていきます。江戸幕府も基本的にそうで、資金は潤沢に提供しますが、その代わり、天皇は政治や軍事には介入せず、天子は帝王学を学んでください。で、天皇に期待されていたものは、平安時代以降、基本的には儀式をきちっとやってくれということなんです。で、室町時代、応仁の乱と室町幕府が財政難に陥ったときに、朝廷は自ら資金を集める必要があって、そこで行ったのがライセンス商売。天皇がいろんなことにライセンスを出してライセンス料を取るということをやってたんです。その一つに皇徳の僧に紫の衣を認めるというライセンスを与えて、そしてお寺からそのライセンス料をもらうと。だから紫の衣が乱発されてたんですね。江戸時代になって江戸幕府は資金は提供するから紫色の衣を乱発して宗教界の秩序を混乱させるようなことはやめなさいと公家諸法度の16条で言ってるんですね。それに対して後水の天皇が紫色の衣をどの層に与えるかは、これは天皇の専権事項である。それについて、なんで江戸幕府ごときにいろいろ言われなあかんのや、ということから、私営事件が起こりました。後水の天皇という人は、徳川秀忠の娘、政子と結婚して、子供も二人できています。1627年には、助人親王が生まれて、この人、儲け君になってました。儲け君というのは将来皇太子になる予定の人です。ところが後水の天皇が幕府に相談しないで地位を許可しちゃったので、幕府が公家諸法度の違反やと、天皇が出した勅許状は無効である言い出したんです。で、朝廷は天皇が一回出したものが無効になるとはどういうことやと、人間汗の子としてね、汗のように出てしまったものは引っ込めることはできないと主張して、で、大道寺の住職の沢庵らはおかしいじゃないですか、
幕府に抗議した。で、1629年、幕府がタクアンらを流罪にするという形で決着がつきました。さて、その結果、幕府の法度、つまり将軍が天皇よりも優先するということが明らかになりました。で、後水の天皇、怒って、天皇やめてやると言って、天皇をやめてしまいます。1629年、後水の天皇が切れて、天皇やめてやると言って、上位したとき、幕府は困りました。そもそも、公家諸法度の中に上位のことなんか書いてない。つまり、江戸幕府はもう上位というような制度はやめようと考えてた節があるんですね。だから、公家諸法度には何も書いていない。で、次に、幕府は上位するとしても、幕府に一言あるやろ。突然天皇がやめてやるってですね、上位しちゃうなんてことは想定してなかったんですね。で、幕府も京都諸子大も慌てました。で、後水の天皇に、あなた辞めると言ってますけど、次の天皇どうするんですかと。で、助人親王が生きていれば、助人親王が幼いけれども天皇になれば、まあ、なんとか丸く収まるかもしれないんですが、助人親王は1628年に3歳で亡くなってしまいました。後継ぎいないじゃないですか。って言うと、後水の天皇が、娘がおるやろって言うんですね。沖子大親王です。その時6歳。幕府もね、京都市もかなり慌てたみたいですよ。というのは、この沖子大親王というのは、徳川家の血を引く女性ではありますが、まさかね、女性の天皇がね、誕生するとは予想もしなかったんですよね。ところで、女性の天皇って、その前は誰かというと、奈良時代の聖徳天皇なんです。あの、光顕天皇で、一回辞めて出家して、また帰ってきて、調査して、聖徳天皇になったという。もうそれから800年ぐらい、女帝っていうのはいなかったんですね。だけど、後水の天皇が、女帝でいけないということはないやろ。私はもう天皇やめたいな、というので、後に後光明天皇になる人、この人まだ生まれてないし、で、1629年、仕方なく、幕府は明昇天皇を認めました。幕府はこの明昇天皇について、もう扱いにね、困り果てたみたいです。とにかく何事もなく過ごして、後継ぎができたら上位して、そしてその後も何事もなく過ごしてくださいということで、明昇天皇、14年間天皇をして、で、後光明天皇が11歳になった時に弟に上位して、その後もね、厳しい監視の下で、ほぼ御所の中で過ごされたみたいです。で、こういうことがあって、幕府懲りたのか、この後、徳川家の娘を皇室に嫁入りさせるということはやめてしまいました。したがって、徳川家を外戚とする天皇は、この明昇天皇一人ということになります。後水の天皇、紫の子供に関しては、幕府の言い分に屈したんですが、上位ということについては、後水の天皇の方が押し切りました。公家諸法度に書いてないやん、という盲点をついて、後水の天皇は、天皇は上位できるということを示してしまったわけですね。いや、ご安心していると、明仁天皇が、上位してはいかんということは、憲法にも皇室典範にもどこにも書いてないやん。私ももう年なので上位したい。なんとか言ってですね、上位実現しちゃいましたよね。そういう点では共通点あるのかな。ちなみに、後水の天皇、34歳で天皇を辞めたんですけど、
その後、50年にわたって上皇として皇室のトップに君臨しました。皇位についた人物としては第3位の長命です。1位は昭和天皇です。2位は現在の明仁上皇です。昭和天皇が後水尾天皇の年齢を抜くとき、昭和天皇は、後水尾天皇というのは平均年齢がずっと低いときの85歳です。そういうことを考えるとね、後水尾天皇には及びませんと言われたそうです。